知りすぎた少女は、1963年制作のイタリアのスリラー映画、ジャロ映画の原点となった作品、マリオバーバ監督。日本では劇場未公開。20歳のアメリカ娘ノーラは、ローマに住む叔母に会いに行くため、ローマ行きの飛行機に乗る。その機内でノーラは、偶然隣り合わせた男からタバコをもらう。だが、それは、実はマリファナで、男は、空港内で、 麻薬所持で逮捕された。なんとか難を逃れたノーラは、おばと対面するが、おばは、間もなく休止してしまう。ノーラは、おばの友人だったというラウラ夫人のもとに身を寄せる。ある夜、ノーラは、街中で女性が視殺されるのを目撃する。だが、彼女以外に目撃者がおらず、証拠も残っていないため、幻覚として真面目に受け取ってもらえない。その後も、ノーラの周囲では、 殺人が次々に起きる。彼女はすべてがマリーファナを吸ったことによる幻覚ではないかと疑い始めるが、空港で知り合ったマルチェル医師の協力を得て調べを進める。その結果、彼女が目撃した一連の殺人は、10年前に起きた連続殺人事件と全く同じ手口であることがわかる。ありがとうございます。